下がっている天使の奇跡、坂を登ってくる。そしてレディブロンド、レディブロンド、大外からデュランダル、間からアドマイヤマックス、さあビリーブ、ビリーブわずかに先頭だが、外からデュランダルが。皆さんこんにちは。名馬のことなら何でも任せ、細ペン先生です。3分で分かった気になる名馬、今回はその名の由来は中世ヨーロッパの物語に登場する聖なる剣。2003年、2004年と2年連続で JRA 賞最優秀短距離馬に選出された。デュランダル18戦8勝、1 G1 は3勝。実績はもちろんすごいのですが、なんといっても鮮烈な勝ち方でファンを魅了したのです。デュランダルとファインモーション、それは先頭にあっという間で変わった。デュランダル先頭。それでは振り返っていきましょう。父はサンデーサイレンス、母の父はノーザンテスト、社大ファームの決勝とも言うべきエリート。デュランダルが先頭だ、デュランダルが先頭だ。そして2番手にはデビュー戦は圧倒的1番人気に応え快勝。休養を挟みながらも条件戦を勝ち上がり、 G1 マイルチャンピオンシップに挑戦。しかし力及ばず。その後も距離適性を探りながら勝ったり負けたり。そんなデュランダルの転機はある騎手との出会いでした。セントールステークスで初めて手綱を取った池添健一騎手。3着に敗れたものの、デュランダルが持つ可能性を感じ取った池添騎手が、次走オープン特別を使おうと考えていた坂口正弘調教師に G1 スプリンターズステークスを使ってほしいと進言したのです。そして迎えた本番。1番人気はスプリント G1 2勝の女王ビリーブ。5番人気のデュランダルはというと、スタートを切りました。遠目イルバチオ、後方から2投目デュランダル最後方、後からはレディブロンド、第4コーナー。そして勝負どころ、デュランダルはまだ後方、しかも大外から。天使の奇跡、坂を登ってくる。そしてレディブロンド、レディブロンド、大外からデュランダル、間からアドマイヤマックス、さあビリーブ、ビリーブわずかに先頭だが、外からデュランダルが差し切ったか。ゴール。池添騎手がデュランダルの持つ切れ味を極限まで引き出し、最後の最後きっちり捉えての勝利。先行有利と言われるスプリント戦でなんと最後方から追い込んで初の G1 タイトルを手にしたのです。その勢いでマイルチャンピオンシップへ。リード半馬身、今度も後ろから。4コーナーではなんとこの位置、外からデュランダル。 G1 2勝のファインモーションの差し足がスローに錯覚してしまうような鋭さ。そう、このスプリント戦でもマイル戦でも炸裂する切れ味抜群の追い込みがファンを魅了したのでした。この連勝で2003年度の JRA 賞最優秀短距離馬に選出。翌年は高松の宮記念で2着、不良馬場のスプリンターズステークスでも2着と、あと一歩届かない競馬が続いていました。そして迎えたマイルチャンピオンシップ、いつも通り後方でレースを進め、デュランダルは後方から2投目、テレグノシスマイネルソロモン最後方。直線入り口ではこの位置、差を詰めてくるギャランタローも来た。さあ断水でムードか、名勝ボーラーか。それでは名刀デュランダル、目に焼き付けましょう。あっという間で変わった。デュランダル先頭、2番手断水でムード、3番手はテレグノシスがマイネルソロモンか、7番のデュランダル連覇達成、ゴールイン。マイルチャンピオンシップ連覇、そして JRA 賞も類い寄せる勝利となりました。翌年、怪我の影響で約10ヶ月ぶりとなったスプリンターズステークスで、香港最強スプリンターサイレントウィットネスを猛然と追い詰め、2着となり名刀健在を見せてくれましたが、その年に引退を表明。ファンに鮮烈なインパクトを残したデュランダル、またこんな個性的な名馬に出会いたいですね。今日の話はここまで。各自しっかり復習しておきましょう。過去の動画はこちらから。